んにちは、こんばんは。最近 IP アダプターでの画像生成が楽しいので、今日はいろいろなキャラをぶち込んでパラメータを変えながらいろいろと検証しつつファンアートを作って遊んでみますよ。640-720でハイレゾフィックスを 1.5、 デノイジングストレングスは 0.45、 IP アダプターのコントロールウェイトはとりあえずいいところを探すとして、プロンプトにはタガーで抜き出した要素で保管していきます。アニメキャラとかは特徴的なデザインの部分が多分にあるので、かなり難しいと思いますよ。検証はテキストトゥーイメージでやりますね。最初に参戦するのはゴブリンスレイヤーの女神官さんです。アニメ版の女神官さんめちゃくちゃ可愛いですよね。ということで、女神官さんを IP アダプターにぶち込んで早速やってみましょう。お、なかなかいい感じですね。コントロールウェイトは1が良さそうですかね。でも女神官さんのキャラデザはもうちょっとこう幼い感じで目が丸っこいのですよ。でもまあかなりいい感じに可愛いですね。個人的にはこのままで女神官さんの雰囲気になっているので満足なのですが、おそらくアニメ系チェックポイントでイラストを生成する場合、特徴的な目や顔の描き方はモデルに結構依存してそうなので、レファレンスオンリーを併用してみましょう。ちなみに IP アダプターの併用は上位ユニットしか反映されないようです。ユニットごとに IP アダプターを入れると破綻するウェイトの上限が下がるので参照しているのかと思ったのですが、別キャラの画像を入れても合成されないので上位ユニットの画像しか参照されないようです。ではレファレンスオンリーのユニットに女神官さんのアップ画像をぶち込みますよ。はい、ジェネレート。さっきよりだいぶ良くなってますよね。雰囲気出てますよ。あ、そうそう、使用モデルはお気に入りのエニーローラーアニメミックスというモデルです。なんて言うんですかね、イラストっぽいモデルは今回使わないですよ。最初の画像とレファレンスオンリーのみの生成結果がこちらです。我々はレファレンスオンリーの使い方が下手なのですよ。いつもあまりうまくいきませんよ。はい、ジェネレート。いいですね。さっきより目が大きくなって幼くなりましたね。私的には大満足な仕上がりですよ。今回の条件は IP が 0.6、 リファレンスも 0.6 です。このまま背景や天候などランダム生成してみたのでご覧ください。ところでさっき気づいたのですが、 XYZ プロットでパラメータ違いで連続生成させた時ってワイルドカードで記述したプロンプトも固定になるのでしたっけ？なんか同じような画像が出るのでピングで覗いたら、ワイルドカードで呼び出されたプロンプトが全部同じなのですよね。前からのような、違ったような、全く記憶にございませんよ。じゃあ次の参戦はまたまたゴブリンスレイヤーからハイエルフさんですよ。これまた特徴的な髪型だから難しそうですね。じゃあさっきと同じように IP アダプターに画像をぶち込んでいきますよ。コントロールウェイトはどのあたりがいいのか探ってみましょう。はい、ジェネレート。女神官さんは 1.2 あたりから破綻していきましたがどうでしょうね。ハイエルフさんも同じですね。参考画像はこちらのクローズアップ画像に変えてみます。じゃあ今回もコントロールウェイトは1あたりで生成しましょうか。はい、ジェネレート。今度はレファレンスオンリーは使わなかったですが、これだけ寄せてくれるとバチクソ楽しいですよ。この髪型はプロンプトだけじゃなかなか再現できないですものね。私ネットフリックスでゴブリンスレイヤー見てたのですが、面白かったのでコミック全巻買っちゃいました。ついでに外伝もう買っちゃいましたよ。キャラクターに固有の名前がないんですよね。なんて呼んだらいいのかよくわからないですよ。それじゃあ次は元祖魔女っ子キキちゃん参戦ですよ。今度は画風がガラッと変わったのでどうなりますかね。引き続き同じモデルを使っていきますよ。ちょっとアップの顔作るの忘れたので全身画像をぶち込みますね。先ほどのゴブリンの方々とどうせ同じだろうから
同様の設定で生成しますよ。はい、ジェネレート。あ、これはこれで可愛いんだけど画風が全然違いますよね。では参考画像を入れ替えてみます。コントロールウェイトも今回は1より高い方がいいかもですね。はい、ジェネレート。方法結構微妙ですね。急遽作った顔のアップの画像を使ってレファレンスオンリーのみ適用だと意外といい感じになるんですけどね。一緒に併用すると微妙になります。今回用意した画像だと IP アダプターがちょっと役立たずでしたね。そうですね、この魔女っ子さんの画風はバチクソ難しいですよ。まずほうきにちゃんとまたがった画像が全く出ませんでしたからね。顔に関しては色合いやバランスとかもあるんでしょうけど、多分目ですかね。ジブリはシンプルかつ強烈な個性ですよね。今回はこの辺が限界でした、すみません。ところでさっきニュースで見たのですが、日テレがスタジオジブリを買収しましたね。事業継承問題に対しての答えとして最善の策とのことです。そんなことがあったのですね。姉様、そのニュース要約してください。わかりました。日本テレビホールディングスは宮崎駿監督の作品を手掛けるスタジオジブリを10月6日付で子会社化すると発表しました。同社の株式を議決権ベースで 42.3% 取得し、社長を含めた役員を派遣して経営を支援するとのことです。日テレはスタジオジブリの価値観を尊重し続けてきたからこそ、今後もブランド価値を永続的に守り続けることができるなどとしています。スタジオジブリの鈴木プロデューサーは、これで会社の経営を日本テレビに任せアニメ作りに集中できると話しました。宮崎駿監督もこの決定には納得していたようです。新しいスタジオジブリの社長になる日本テレビの福田博之専務は、ジブリのファンを失望させるようなことはしませんと言っていますね。はい、よくわからないけど、日テレってことは Hulu でジブリ作品が見れるようになるかもってことですか。どうでしょうね。今まで配信してこなかったのですから、すぐに方針は変わらないと思いますよ。でも企業ですからね、身売り条件がどうなのかによりますが、将来的な Hulu での配信を視野に入れての M&A だと個人的には思いますよ。はい、私 Netflix 契約してるんですよね。間違ってネトフリで配信されないかな。ははは、キャロッチバカなのだ。間違うわけないのだ。わあ、ずんだもちうっさいのだ。我々は修行が足りないようなので、もっと練習してくるのだ。さすが早尾なのだ。今日は IP アダプターでアニメキャラにお手軽に似せていく検証をしてみました。参考画像と使用モデルに結構依存すると思われますが、アニメキャラの特徴的な顔のデザインの参照具合が課題ですかね。ハマれば結構似せられるので、個人で楽しむには面白いですよ。それでは今日はこの辺で、高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。夜になるとだんだんと秋の雰囲気になってきましたね。秋が一番好きですよ。いやいや、おいらは